日本は侍の国や。しきたりを重んじ、そして移ろいを厭わない。わしの名前は次郎。おかんはパッド政変を張り子、おとんは佐世保におったアメリカ海軍の中尉やった。13の時におとんの船が行ってもて、おかんもそのすぐあとどっかへ消えた。見捨てられたわしを拾ってくれたんは暴走族やった。上の連中は大阪におって、知らんうちにわしもその仲間に入っとった。組の規定は単純、薬はやるな、組の金に手つけるな、不らちな行いはご法度、親分の娘に転護するんは問題外や。けどわしは最後の掟を破った。子供授かってケントっちゅう名前を付けた。わしの組での影響力が大きいなって、手にする金も増える一方で、誰にも言えん秘密は膨らんでいった。打たれた傷より裏切られたことがごっつうこたえた。20年勤めを果たして我がの運命受け入れた。せやけど吉見のことは納得でけへん。やるべきことをやるだけやった。いつも通り徹底的に。親分は人思いに殺してくれと言うと、ケントがアメリカにいることを教えてくれた。息子に会うにはこいつに連絡せ言うとったんが、ベインやった。この町で人を探すのは簡単そうや。人でも何でも買えばええんや。金が全て。